すでにくつろいでいる。はい、こんにちは、アロマチャイチャンネルです。今日はですね、タイルカーペットを、張り替えていきたいと思います。このタイルカーペットですね、2年ぐらい前に、貼ったんですけど、まあ、そのきっかけはですね、ロマネが一度椎間板ヘルニアになってしまってですね、その時に床に貼ったやつなんですけど、まあ、ちょっと、まあ、寿命が、今回来てしまったので新しいものを買いました。早速、ちょっとレビューをしていきたいと思います。はい、今回買ったやつがカーペットタイルスタイルキット3月から出てるやつです。今回は 40cm×40cm のものを買ってます。ロマネが気になる。めちゃくちゃしっかりしてるね。今まで貼ったのがちょっと汚いかもしれないけど、こんなペラペラなんですよ。わかります？この薄さが、見てください。これめちゃくちゃでかくて熱いっす。これはラクダっていう色ですね。色が他にもアルパカとかなんかいろいろおしゃれな色があるので、自分のお家に合ったものを探してみるのも楽しいと思います。気になる、シャラちゃん、気になります。はい、これがラクダです。こっちがクマ。早速剥がして貼っていきたいと思います。なんかいいね、なんか熱い感じがいい。あ、いいね。ここのドアのところは引っかかりないの？引っかかりまだわかんない。あれ、もしかして入んねえかも。本当だ、ただ長さしかなかった。そうね、もう一個いけるいけないか。それかこうカットしちゃうかだよね、一枚は。あ、まあしょうがない、しょうがないね。常にくつろいでいる。気持ちいいんですかね。はい、完成しました。まあ、こんな感じでなってます。前回のようにですね、生地がだいぶ厚いので、まあ高級感というか、何語彙力がない。では早速ロマネチシャルルを走らせてみたいと思います。引っかかりもないじゃないですか。いいじゃん、おいで。まあ最初の新品の匂い結構気になりますね。まあでもこれはいずれなくなっていくんじゃないかなと思います。結構暑いので、なんか防音性というか、そういうのも結構期待できるんじゃないかなと思います。あとこのドアのところですね、ストッパーが引っかかっちゃうので、なんかこううまく計算してカットしたりとかしてやってあげる必要があるかなと思います。シャルすっげえはしゃいでるんだよ。